皆さんこんにちは。Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんに和紙テープを使ったステッカーの作り方をご紹介します。とても簡単ですが、かわいいステッカーです。今回用意するものは、まず大きなベーキングペーパー1枚。余ったもので構いません。また、今回はクッキーなどを作る時の型を用意しました。こちらの型でステッカーを作っていきますが、皆さんのお好みで手でお手本などを書いて、それを切り抜いても作ることができます。あとは鉛筆です。ハサミも必要になります。それでは始めましょう。まずは、今回はこちらの型を使って手本を書いていきます。鉛筆あるいはボールペンで書いていってください。このような感じです。簡単になぞって書きました。次は星の形です。星の形も描き終わりました。それではベーキングペーパーを適当な大きさに切っておきます。こちらは大きいので今このように切っているだけです。この上に和紙テープを貼っていきます。ただベーキングペーパーの上には和紙テープを上手に貼っていくことができません。ですので今回はベーキングペーパーを使っています。とても剥がしやすくなります。今描いた型の上にすべてを覆うように和紙テープを貼っていきます。皆さんのお好みでテープの色などを変えていってください。この時注意することは、テープとテープが少しだけ重なるようにして貼っていくことです。次はこちらのピンクのテープを貼りたいと思います。それでは別のテープを隣に貼ります。一番上に少しだけ角が出ています。その上にもピンクのテープを貼ります。ご覧になってお分かりいただけるようにテープとテープを少しだけ重ねて横に並べて貼っていきます。裏から見るとボールペンの跡がまだ見えます。その後に沿ってハサミで切っていきます。
切り終わりました。それではあとは簡単にベーキングペーパーを剥がせるようになっています。ベーキングペーパーの上にはテープが貼りにくくなっています。ですので簡単に剥がすことができます。貼るところは例えば今回用意したルームバンドのプラスチックのケースの上などに貼ることができます。貼るとこのような感じになります。空気が中に入らないように気をつけてください。このようにしていろいろな形のステッカーを作ることができます。その時にはベーキングペーパーがぴったりです。ぜひ試してみてください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見ご感想などもお待ちしております。ぜひ下のコメント欄へお書きください。私たちの他の和紙テープを使ったビデオもぜひチャンネルでご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。